こちらがゲストハウス遊園の入り口になります。この赤い看板を目印にお越しください。こちらのラウンジで世界中からの旅行者の皆さんと交流を楽しんでいただけます。ここは、よくたこ焼きパーティーとか、イベントをやってます。じゃあ一緒に遊びましょう。一人旅のお客様にもご利用いただけるドミトリー部屋と、お子様連れのご家族にもご利用いただける個室もいくつかありますので、ぜひご利用ください。日本式という部屋はこんな感じです。 Let's try!